日本新潟県小千谷市片海町片海町は、新潟県小千谷市最北部に位置する地名、小千谷市北部地区の中心である。毎年9月に開催される、片海祭りの聖四尺玉が有名である。また、木綿希弱の片海木綿の産地。小千谷市に編入される前の自治体時代の旧三島郡、片海町は、現在の片海町及び片海山や町、高梨町と、 高野巣町を加えた地域が該当しており、このうち片海町、片海山や町、高野巣町をまとめて、広域地名としての片海と呼ぶこともある。この地域はそのまま片海小学校及び片海中学校の校区となっている。高梨町には片海小学校の文校の礎とした高梨小学校や片海中学校の文校が、 あったが、おじやしへの合併後に隣接しているサンフッツ星や、昭和渡とともに、泉小学校及び、仙田中学校の校区となって、片階との結びつきが薄れつつある。ただ、郵便番号が、947-0102と、片階郵便局管内であったり、電話番号の市内局番についても5編は、0258から 84? と片階局管内であるなど、昔の名残はある。 片貝町地域の中心部である住所上での片貝町は昔からの名残で1丁目、2丁目ではなく南側から和幸町、2の町、3の町、4の町、5の町といった呼び方をされる。片貝祭りや町民運動会などではこれらに町浦を加えた6つの町を基本とした組にくくられる。町のほぼ中央部に逆座川という川が流れており、 この川の南側3組を川上、北側3組を川下と分かれて、連を作りそれぞれで活動することが多かった。しかし、1977年に川上、川下の双方にあった、私立保育園が廃園となり、おじいや私立片貝保育園に一円化された後は、この区分けは薄れて町内の一体化が進んだ。また、おじいや市内で唯一、市役所の支所がある。 現在の所在地へ移転改築する際に、支所から連絡書に格下げしようとした動きも見られたが、現在に至るまで支所は存続している。高速道路高速バス圏内線県外線圏道、かつては国鉄魚沼線の片海駅が置かれていた。魚沼線廃線後は、線路実機が新潟県道15を長岡片海をじ野線の一部区間として活用されている。 現在の最寄りの駅は、隣接する長岡市にあり、魚沼線の始発駅でもあった JR、新越本線来号寺駅であり、同じ小千谷市内にある JR 上越線小千谷駅では、ない。一部地図検索では、新越本線越後岩塚駅を示すものもあるが、給料越えとなり、現実的ではない。また、新幹線の駅では、上越新幹線長岡駅となる。 全線とも越後交通が運行している。かつては、長岡片海、小路屋片海間と片海で折り返しの便もあったが、現在では朝の一部を除いて全便が全線を運行している。かつてあった長岡池津片回線と小路屋片海線の代,の代替の意味を含めできた路線であり、片海町の中心部には入らず、東部の池津地内にバス停がある。ありがとうございます。